こんなもんかな。ウニソウ、ウニソウです。うわお、成城石フラペね。あ、ベーコンとかあったかな。よし、いただきます。180円並み。これ入れてみる。マジこれの使い時はね、全然ないんだよ。うん、うん、340円並み。うん、いくか。迷うなぁ、こんな種類あんの。この2つが増えてる。もうこれ新緑の。いやだいだい、いや、買ってきたわ、買ってきた、買ってきた。こちら若鶏の卵産みたて。いやこれは買わざるを得ない。餅豚餃子、餃子フェアやってましたね。冷凍餃子フェア、安いの2つ買いました。なんか餃子すげえ食いたい気分なっちゃってんですけど、いつもの成城石井のベーコン、これマジでマジおすすめです。そして、成城石井の初めて買いましたクラフトコーラ、これは後で個人的に飲みます。はい、なんか高い高いやつ買ってみました。そしてはい、木綿。そしてこれね、ブラックペッパー。チョコのミルデビオ、ミル、ミル、なんか前もね、こういう系、前はなんだろうな、多分、ミックスブラックペッパーみたいな、ブラックペッパーのみのやつじゃなくて、ミックスのこういうやつを買ったんだけど、でもね、結局使い切れずに捨てちゃったんですよ。でもこれは、賞味期限が2028年までなんで、まあいけるでしょと。で、今回普通にブラックペッパーなんで、この前買ったやつも3、4ヶ月ぐらい前に買ったやつだから、それが切れてるわけだから、もう多分これも使い切れるということで、購入しました。そして、来ました。自分のお金で買った、トゴーチ、8年。はぁ、楽しみです。いただいたやつと、ほぼ同じ値段だと思う。3000円。で、これはなんか、新緑の香り？だから多分ね、白州と同じ、系統なのかなっていう。白州は高いじゃん。まあ、定価ででも5000、もっとか、7000円ぐらいするのか、5000円ぐらいだっけ、まあ、ちょっと忘れたけど、もう普通にプレミア、買った瞬間プレミアつくぐらいもう品薄状態で、白州がね、あんま手に入らないですけど、それと同じような感じだったら、いや、お得だよ。ちょっと試してみよう。ウェーし。どうしよう。麻婆豆腐。ただ餃子と麻婆豆腐いっちゃったらお尻がやばいね。ポップコーン食って食物繊維保つか。これめっちゃ安いからね。はい、満パン。ちなみに、ベーコン800円。うわ高い、ベーコン高い。酒3300円、で、その他が2800円ですね。まあまあ、もうか。ここにさらにさ、これでも最強じゃない？何個分とかよ。やばいと思う。これはやばい。大丈夫？よし。こちら
やっていきます。安い冷凍餃子何個もこれで挑戦してますけど、ことごとく失敗してるんで、いやこれはうまくいってほしいよ。まず小さじ2、こんな油いる？はい、で200cc、 オープン。はい、一旦こんな感じです。いやマジ成功してほしいわ。これがこれでこいつもダメだったらもうこのフライパンのせいだよ。あ、いいぞ、あ、いいぞ、お、やばい、いい感じ、めっちゃいい感じ。多分いいと、これでもうこれは剥がすのみ。はい、やばいやばい、あ、最悪だ。はい、完成。いやー、いけたじゃん。できました。成功だよね、これは。ほぼ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 成功しました。ということで、これはおすすめとしてタレにつけずにぜひお召し上がりくださいと書いてありましたので行ってみたいと思います。この一番いいやつ。いただきます。うん。うん。なんだ。ご飯でしょ。絶対飯。いくぞ。醤油スラー油につけて、ね、うん、うん、開けていこう。ドゴーチグリーン、はい、違い分かりますか？ここですね、キャップ、キャップは同じだ。パンセパスカル第2章、神6。うん、甘い、草原が広がってる。なんだろうね、芝生、すごい芝生、おすすめ。こっちのもいただいたやつもそうだけど、ロックの方がうまいんだよね。そう思えるウイスキーって本当にうまいウイスキーなんで、ハイボール、これでもうまかったらもうやばいよ。よし、うまい、草原が一気に広がった。森っていうよりは草原ですね。若い木々たち、植物、いいのと思っちゃうよね。好きなジャグラーだけやって、好きな調味料とか飯とかウイスキーとか食って、それだけで生きてる。ハイボールにするんだったら今日買ったやつだね。
ただこっちのいただいた方のロックもすげえうまいんだ。かつて鉄道おはようございます。はい、はい、おはようございます。生ネギ。もうなんか死にかけてる。生ネギ。こういう感じで。ここもこういう感じでして。1/2って小さじ1/1だよね。多分入れすぎ、まあいいや。で酒大さじ1 1 2 3、味の素7振り、1 2 3 4、ということでバリナ、はい、これあ、いい感じに、いい感じになってきました。全部の旨味がパスタに吸収されて、はい、これぐらいになったらごま油、この高いやつをもうないわ。こちら買ったやつ、これぶち込んでいきます。マジのマジのブラックペッパー感がすげえあるな。うわ、すげえブラック、本当のブラックペッパーじゃん。ありがとう。豚バラ塩パスタ、いただきたいと思います。いただきます。いただきます。ネギと豚バラの甘みがすごい。800円並み。これ調節できるんですよ。こう上げると、ほら、粗い感じでいきます。あ、粗いの結構すごい。あ、粗い感じ。ちょっと甘いなと思ったんだよね。甘いだけでなんかスパイシーさねえな。これか。これで多分すごいうまくなる気がする。いただきます。うん。うん。うん。もう編集とかしてたら、いろいろやってたの7時ですね。あと店分析も3、4時間ぐらい店分析しました。明日マジどうすっかな。カイドウの抽選をとりあえず受けといて、ちょ、向かってみて、ちょ、メダル分で勝負してみて、狙い取れなかったら朝日行くって感じだから、これを食べよう。マジでうまそう。うまそうじゃね？いただきます。
うめえ。すげえ。下は濃厚なチーズケーキっぽい感じで、上はこう軽めの生クリームとチーズ中間ぐらいの。うまっ。そしてこちら、一旦作らせていただきますね。もう死亡寸前の長ネギ、これでこう、こんなもんで、どういうこと、どういうこと、賞味期限、うん、こんぐらい、糖分ね、こんぐらい、いいごま使ってます。私ごま、いいか、辛ネギの完成だ。ぶち込む、ぶち込むと、はいはい、そう、麻婆豆腐、うわ、麻婆豆腐作るのに豆腐、まあいいや、仕留めます。トーゴーチ、はい、いただきます。そしてこれもマジでうまいぞ。豆腐がすごいんだけど、豆腐がふわふわ。やっていきまーす。まずニンニクね。1、2、3、4、5。1、2、3、4。で、まあ。ここは、この味も、これで。ほんとこんな感じで。ほんとにこんな感じ。ほんとにこんな感じ。はい。んで、もう大体完了です。これ何なんだろうね、この。これさ、サビなのかな、サビだよね、おそらく。ちょっとなんか磨いて、このサビ多分体にやばいと思うね。鉄分が取られすぎてやばいと思う。鉄フライパン俺には早かったな。大さじ1なんだけど、こんぐらいで大さじ、これちょっと多いか、こんぐらいかな、大さじ1、大さじ1、もう多分ほぼないんだよ ね、もうね、ほぼラストですね。はい、でここに、はい、からし、ラー油、ラー油ぶち込み、ラー油ぶち込み、は
しっかりと、しっかりやってみます。一旦これで、はい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 、こんなもんでいいか。これで、これいっちゃう。はい、いっちゃう、いっちゃう、ちっちゃう、ちっちゃう。マジ大さじ入れる？こんな入れる？大さじで、水大さじ1、大さじ2、はい、これいいっすね。はい、で、はい、OK、 水200で、はい、ウェイパー小さじ1弱多分こんぐらいでしょ。これネギ、塩、こんぐらいか。で、醤油小さじ1半がわからないのでこんぐらいでいいか。もう一発、バジャオワイ、これでもかと、これでもかと、しびれさせていく。完成、マーボー。こちらやばいっしょ、やばい、これやばい。いただきます。うん、ああ、うまい、あ、うまい、うん、880円並み。最高ですね。